ここからは言えば言うほどです。はい、もう曲の連続ですね、はい、まあ本当になんかね、音楽番組かと皆さんは間違えるぐらいの、さっきひょうたんで流れてました。幅広いですよ、チャネスひょうたんブギ。いやでもね、はい、ちょっと大変なんでしょ。あ、そうなんです。ボツオさんからもいただいております、時の恥忠重を新コンビさんからいただいておりますけれども、この方ですが、チャゲ&アスカのアスカが一過性脳虚血症の疑いと診断され、8月に東京国立代々木競技場第一体育館で予定されていたチャゲアス6年ぶりのライブ、チャゲ&アスカスペシャルライブ2013オンユアマークと、まあ、こういうタイトルなんですがね、これを延期することが公式ホームページで発表されました。大事をとって静養した方がいいと思いますよ、ということですね。重篤な状態ではないらしいんですけれども、まあ、ちょっとこうしばらくお休みした方がいいかなということみたいですね。主婦山主婦子さんも、所属事務所によりますと、アスカは数週間前からめまいなどの体調を訴え、いわゆるこの医師の診断の結果、一過性脳虚血症の疑いがあると判明しましたと、まあ、こういうふうに正式に、はい、脳虚血症、はいはい、これはまこちゃんもね、これどういう病気なんでしょうか、うんうん、坪井さん小高さん知ってますかということですが、これだんだんちょっと説明してまいりましょう、はい、千田博さんからいただいておりますが、一過性脳虚血症は簡単に言えば脳梗塞の前触れで、 10% が1年以内、 30% が5年以内に脳梗塞を起こすそうです。来年再始動を宣言していたチャゲアスですが、命の危険の方がよほど大切ですから、しっかり治療をしていただいて安心が、確認できてからの、再始動をお願いしたいと思います、はい、そうすると坪井さんのお仲間いうことですか。かも分かりません、ね、ドラゴンズは山あり谷重ありさんからもね、脳卒中によく似たしびれとか麻痺、ろれつが回らないなどの症状が数分出るものの、すぐに症状は治まるそうですが、放っておくと脳梗塞になってしまうという病気だそうです。前兆がこれあるんですね、しびれとか麻痺、ろれつが回らない。でもすぐ治ると、あれなんかおかしかったかなってやり過ごしちゃいそうですもんね、気のせいやったよな、さっきは、ね、え、人間ってそういい方いい方思いたいですけれども、ね、やっぱり体からいろんな信号が出てますので、 その信号には忠実にやっぱり認識をしていくことが大事ですよね、こちらの方はどなたでしょう。また主婦山主婦子さんからも、アスカも55歳なんだもんな、若い若いと思ってましたが、お互いに健康が第一、ゆっくりとしっかりと治してくださいね、また元気な歌声を聞かせてください。坪井食堂小高支店さんからも、アスカ55なんですねというね、田中信さんからもやっぱり年齢的なこと、それから三河みどりさんからも、ああ55歳、私アスカさんに比べて私ははるかに不健康なのに、なんかスマートで健康そうに見えていたアスカさんの緊急入院は驚きましたね、はい、同じ年代の方もやっぱりね、ドキッとしますね、そういう意味ではね、ある警告を発してくれたんだと、これはアスカさんだけの問題ではないかもしれないということだと思いますが、55かというのも、まあ、皆さん方の感想でしょうが、私もそういうことで、私なんかはこう東京で仕事して帰ってきて、こっちでどうしようこれからいう時に、はい、いただいた番組でチャゲアスのインタビューとかなんかをよくそれ撮らせてもらった、はい、しかもこれまだ九州にいまして、これまだ学生で、はい、これから東京に出てやるんですいう頃から、頃のチャゲアス、はいはい、ずっと知ってますもんですから、はい、まだ学生でいう頃ですよ、そういうイメージ、だから学生が55かいう、はい、ことですよね、だから月日の経つのは早いもんだなと、ね、その間ずっとこう第一線で活躍されてたわけですけど、そういうことです、まあね、その脳梗塞の前兆みたいなことで言うならば、しかも今回不調が訴えてっていうところですから、大事になる前に分かってよかったっていうね、そういうことです、捉えてしっかりと直していく、その通りだと思いますよ、ね、原因というのは先ほどから皆さんいろいろありましたけども、2つあるらしいですよね、すなわち血液がドロドロになって、血栓みたいなもの、血の塊、はい、それがスーッと飛んでいって
血管を一瞬塞いでしまったというような時に、はい、脳の方に血液がいかなくなって、さっきのしびれやらめまいやらが起こってくるというような、はいはい、そういう原因が一つ、はい、それから血栓ではないにしろ、血管が一時的にキュッと縮まってしまった、はい、これもいろんな原因がありますが、大概の場合こういうような、例えば55歳であったりこのあたりのそういう方であるならば、はい、動脈硬化でもって、はいはい、まあ、血管が細くなってチューブがちょうどゴムが硬くなるような感じで、はい、硬くなってまたなんかでキュッとまたそれが、はい、発作的に縮まったりなんかして脳に血がいかなくなってしまい、はい、先ほどのしびれとか、はい、それからろれつが回らなくなったりすると、はい、まあ、いずれにいたしましても動脈硬化であったり血栓ができやすい体質であったりということ、はい、そして放っておきますと先ほどの数字がありましたね、うんうん、何パーセントが脳梗塞になり 30% がねなるとか、ね、5年後になるとかいうようなことになってくるわけですよね。坪さんなんか前兆ってあんまり、まあまあ数値が健康診断の数値が悪かった悪かったありましたか。高血圧であったり、 それから血中のいろんな濃度みたいなのは悪かった。そして肥満も伴っていて、チャゲアスカの場合あんまり肥満は伴っていない。なさそうですけどね、見た目どうなんでしょう、まあ、昔に比べたらってご本人は何かあるかもしれないですけど、はいはいはい、うん、でもね本当にバーンと一緒にして倒れちゃうっていう前に分かってよかったと、うん、本当に小高さんの言う通りでね、突然来てスコンと行く人もいるんですよ、うんうん、それがね予兆がありますよと、何パーセントの割合で脳梗塞になりますよというようなことを予兆として知った場合はラッキーやったなぁというふうに思ったりもしますよね、うん、そしてやっぱその予兆がね、うん、ちゃんとこう出てる時にしっかり捉えるっていうこともね、はい、気をつけてないといけないですね。ハーフ&ハーフさんも奥様の八嶋陽子さんもびっくりされたことでしょう。元 CBC アナウンサー、そうなんです、坪井さんともお知り合いだ、陽子ちゃん冷蔵庫事件があるよ。そうそう、陽子ちゃんがもう名古屋から去っていくということで、坪井さん冷蔵庫あるけどいらん、え、家の取りに行って、うん、部屋に来て、女子アナの部屋に行けるぞと思って取りに行きましたら、本当に冷蔵庫だけがポーンと残されていてベッドも布団も何にもないや、もう抜け殻から何にもない、はい、で冷蔵庫よいしょ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 って階段よいしょよいしょよいしょって下ろして、ほんでしばらく使ってまして、はい、ほんでもそれは私の宝物やったけど、はい、ある人が「陽子ちゃん、つぶさんに冷蔵庫あげたんです」って、うーん覚えてないやつなんほらそんな存在か本当にでもね、はい、チャゲアスの奥さんだった、奥さんやわ、ね、でも歌をもっとしっかり歌えばよかった全然違うわね全然違うのかな、はい、はい、という CBC にはやっぱこういった縁がある、はい、まあ、こういうことでございます。皆さんもぜひ健康気をつけていただきたいと思います。